小田中古墳群、小田中古墳群の一新納塚古墳、亀塚古墳の航空写真国土交通省国土、地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成小田中古墳群は、石川県鹿島郡中野都町小田中にある、古墳群、新納塚古墳、亀塚古墳の2期からなる。実際の被葬者は明らかでないが、両古墳は、区内庁により、 大入り記念の千葉家及びその倍長に事情されている。ほか、中野都庁指定史跡に指定されている。石川県北部で、能登半島基部、大地地交代の中央部のイスルギ山経済6部に位置する古墳時代前期の古墳2期からなる古墳群である。両古墳は、約40メートル離れて築造されている。そのうち、新郎塚古墳については、平家物語巻七に、 基礎伝は、四方の山内越えて、野戸の小田中、新王の塚の前に陣を取ると見え、古くから知られた古墳になる。現在は両古墳とも宮内町の管理下にあり、近年では2011から2012年度に、宮内町所領部により測量調査が実施されている。新能塚古墳、亀塚古墳の古墳域は、1875年に、宮内省により、 皇族棒及びその倍長に事情されたほか、1958年に中野都庁指定史跡に指定されている。なお、大父皇公を挟んだ位置では、同じく古墳時代前期の古墳群として、雨の都墳群の立地が知られる。小田中新能塚古墳は、石川県鹿島郡中野都庁小田中にある古墳。形状は円墳。実際の被葬者は明らかでないが、区内庁により、 大入力記念命馬鹿として、第十代主人天皇御子で、能登国造の祖である、大入り記の命の墓に事情されている。古墳名については、古く、平家物語や、金世文書では、新大塚とも見えることから、新大塚を正しい表記とする指摘がある。墳町には、新能者と称される者があったが、両母事情を受けて撤去されている。墳形は円形。直径は、 約65メートルを測り、北陸地方では最大級の円墳である。墳球は3段蓄成。墳球表面では、花崗岩や奇跡安山岩遺体死による不起死が認められる。墳球周囲には北側を除く部分で修行が認められている。主体部の埋葬施設としては、かつて描かれた絵図からせっかく出会ったことが知られる。現在は、新ャー跡の前方に、 くぼみと石材が残るが、石材については、新納社の建材の可能性もありつまびらかでない。このせっかくから出土したとされる三角園新住居、下玉が、現在は近隣の白四串四山五祖神社に伝承されている。その他に、古墳域から、埴輪等は検出されていない。この新納塚古墳は、四世紀後半低、末期頃の築造と推定されている。 なお、墳町には、後世に据えられたものとして、風化した簡素な浮き彫りの石仏一帯と、五輪塔一基が残されている。新能塚古墳の規模は次の通り。小田中亀塚古墳は、新能塚古墳の北西40メートルの地にある古墳。形状は、前方後方墳。実際の被走者は明らかでないが、区内庁により、大入り記念の千葉家の倍長に事情されている。 古墳名については、かつては、亀塚のほか、亀山とも称された。墳形は、前方後方形で、前方部を南西方に向ける。断築はない。主体部の埋葬施設は明らかでないが、墳頂部では、縦長のくぼみが認められている。亀塚古墳の 3DCG 描画亀塚古墳の規模は次の通り。主軸は斜面に直行するが、これは、 谷川からの視覚を意識したものとされる。また、紛糾北川の首出部では、作り出の存在可能性が指摘される。1990年の宮内庁の調査の際には、石川考古学研究会による、ボーリング棒調査も実施されている。これによると、亀塚古墳の南側周校には、幅いっぱいに上下2層の歴層があるとされる。上層の粒ぶは、標土近くであるが、 仮想は現地表から人間の身長近くの深さがあり、この仮想歴を修行定とすると古墳の規模は現地表での規模を上回る可能性が指摘される。新郎塚古墳からの出土品としては三角円波門体、三上三重鏡、九玉、桑賀大使、石棒が伝わる。ただし前者二物についてはせっかくから出土したと伝承する文書が存在するのに、 対して、校舎二物について、桑ガ大使は本古墳の出土遺物とする根拠にかけ、赤棒も実際には本古墳からの出土品ではないと、される。三角円波門体、三上三重鏡については、白菜鏡と防成鏡の両方の特徴を有する点が注目されている。この鏡の存在をもとに、従来区別されてきた白菜鏡、防成鏡が、 実際には一連の変遷上にある可能性が指摘されている。また1990年の発掘調査では、陶器、瓦、陶苗皿、磁器、原型不明石製品、官営通報、原型不明銅製品、鉄製品など、いずれも、後世の17から18世紀頃の出土品が検出されている。新郎塚古墳については、湾菓子伝説がある。その中で、 貧しい村人たちが、小田中の新納塚の頂上にある小穴に、前腕衣装などの借用を頼めば、翌朝揃えてあった。しかし借りたまま返さない者がいたため、それからは貸してくれなくなったと伝える。注釈出典、小田中新納塚古墳に関するカテゴリー、小田中上塚古墳に関するカテゴリー、ありがとうございます。